チャパルの宮です。はい、どうもノブです。今ね、テントの中にいて、今ね、ちょうどね、料理をしようと思ってるんですけど、温まるのを待ってるところなんで、ざっとね、そのついでにちょっとレビューしたいと思います。こちら何のセットかっていうと、僕が使ってる調理道具のセットです。これはね、イーグルクリークのパックイットハーフチューキューブってやつですね。はい、25.4cm で10cm、はい、で 5cm の、まあなんかよくあるケースですね、うんうん、これを今使ってます。なんか結構便利なんでご紹介したいなと思ったのが、まずスプーンと、あー、スノーピークのスプーンとフォークのセットですね、うん、チタンのやつですね、うん、まああとベルモントのナイフまで入ってるセットですね、はい、友人とかと一緒に行った時に、まあ2セット持ってるといいかなと思って用意してます。あとは箸ですね。はい、スノーピークさんのよく使っているやつですね、うん、折りたための箸ですね。こちらをよく使ってます。でね、これって先がね、竹なんですよ、こんな感じで、うんうんうん、なんで調理とかするときにはちょっと使いづらいと。調理系で使うときによく使うのがこちらの、じゃん、チタンの箸ですね、うん、グサダーさんのチタンの箸を使ってます。でこれでちょっとね、なんかつまんでこう料理するときとか、うんうんうん、まあたまにこのまま食べちゃいますけど、はいはいはい、これをよく使っております。カトラリーっていうんですかね、はい、のセットになってます。でこれはね、ケースに入ってるんですよ、うん、ケース付きです、うん、それでよくね紹介してるこちら、コストコさんのマッシュポテトですね。よく使っているやつですね、うん、こいつを作るときに、まああとね、シェラカップと、シェラカップで、こいつと、こいつ、キベラ、うん、木のスプーンですね。まあこれなんかね、どっかのね、調理用品店で買いました。こいつを、こんな感じでマッシュポテト作るときに固めたやつをボンってこう皿に乗っけたりとかするのに結構使いやすいです、うん、こちら、和平フレイズさんのジンバサミですね。でこれね、今ねシースはね別で買ったやつです。まあ概要欄にリンクとかを、ね、載せておきたいと思います。でこいつのね、いいところはね、外れるんですよ、衛生的、うん、なんでこう洗う時とかもこのね隙間とかも全部洗えて使い洗いやすいっていうキッチンバサミですね。キッチンバサミって結構大きくて、うん、このサイズ感のやつがなかなかないんで、まあご紹介したいなと思って、はい、広げさせていただきました、うん、でまあシースにこう入れると、まあ、またこれがいい感じ。このシースかっこいいですね、うん、いいですよね、うん、なんか前にね、実はね、これね、これ穴開いたんですよ、シースつけてない時代にこれですハサミが刺さるっていう、はい、まあね、そんな感じです。で次、よく使うのがこちら、トングですね、うん、焼肉用のトング。これがね、またね、ちょうどいいサイズなんですよ、 24.3cm で、はいはい、50g かな、約このケースにぴったり入るぐらい、うん、これがまたね、これちょうどいい大きさ感なんですよ、大きさですね、うん、っていうやつですね。で次、おい、こちら、おい、なんだこれって、まあ見た方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、うん、スパチュラって言ってフライ返しになってますね。おしゃれなやつですね。これいいでしょう。これがまたね、この中にぴったし収まるサイズ感。確かに、うん、ちょっと高いですけどね。これはスパチュラーですね。おしゃれなアイテムですね。で次、まあ使った動画あるかな、こちら、こちらはですね、なんか先が尖ってますね、ピーラーですね。おー、ピーラー、スバイリングっていうところのツインキュイジーヌピーラーってやつですね。長さが 18.5cm、うん、まあ、よくあるピーラーってこうずんぐりむっくりしたやつがあるんですけど、ありますね、まあ、縦長の方が収納しやすいんで、うん、こちらを使っております。アウトドアだといいですね、うん、これそんなに重たくもないですね。重さはちょっとわからないですけど、はい、次、じゃん、こちら、うお、こちらはね、カービングフォークってやつですね。おー、またね、自分で勝手に養生テープってやつに入れてガード、まあね、二の舞にならないようにね、刺さらない二の舞にならないように一応やってるんですけど、これをね、あれですね、ステーキとかのとこにバッて刺して、あー、で、この熱を使ってステーキの中に火を通すっていうやつですね。ス
ステーキ屋さんでなんか店員さんが使ってる気がします、ね、そうこれ意外とね高いです。アレッシーってところのカービンのフォークですね、26cm。 これまた 26cm が、ね、ギリギリ入るんですよ。本当はねこれ 25.4cm なんですけど、斜めにこうしておくと、あ、厚みの分横に広がるみたいな、うん、これをこうちょっと厚みの分ね斜めにして、まあ、入れてる感じですね。はい、次でこちら木の棒。これはね調理用具じゃないんです実は、うん、なんでこの木の棒を持ってるかっていうと、うん、こちら焚き火フライパンですね。おこちらって柄がないんですよ。自作の柄を使わないといけないんですけど、こうシーズニングを家でするっていうなった時にやっぱね、このこれがないとやりづらいんです。そうですね、木の棒わざわざ取りに行くわけにもいかないです、うん、なんでキャンプ道具のキッチンセットという形でもうこの木の棒をね一応入れてます。これ100均の、すりこぎ棒ですね。はいはいはい。ほんでちょうどよく穴が開いてて、ね、こんな感じで、あとねちょっとね今ね調理中だったんで使ってたんですけど、こいつですね、スノーピークの野猿継ぐ、あのなんていうんですかこれは、スープ作ったり、うん、そうですね、それに使っております。こうね、鍋とかでこれをなんていうんですかね、すくうっていうのをやってます。でまあね、コンパクトにこうなって軽量なんで、かなりこれは使いやすいです。本当に軽いですね、うん、なんかよくこのスノーピークさんのフライ返しと結構セットで使ってる方はいらっしゃると思うんですけど、フライ返しってこのプラスチック感のある素材だとちょっと焦げちゃうじゃないですか、はいはい、焦げちゃうというか溶けちゃう、なので僕はこのスパチュラをおすすめしたいなと思ってます、フライ返しではなくスパチュラ、 とこれが僕がおすすめする調理器具セットってな形ですね。たくさんありますね。これね結構ね重量的にもそんなにないんですよ、かさばらないですし、はいはい、これだけのものがあると結構何でも今まで料理するときに困ったことないですよ、これだけだってむしろ助かってるって感じですね。もしよろしければ購入の参考にでもねなればいいかなと思って広げさせていただきました。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。さあ料理しよう。